最高気温の予想は27度と暖かな日差しが降り注ぐ札幌では、よさこいソーラン祭りが盛り上がりを見せています。大通りパレード会場では、参加チームによる合同パレードのほか、一次審査が行われています。能登半島地震で甚大な被害が出た石川県のチームも参加していて、沿道の多くの人たちは力強い演舞に見入っていました。午後7時からはライトアップの中、サタデーナイトパレードが行われる予定で、ファイナルを迎える明日、大賞受賞チームが決まります。